はい、こんにちは。重工部のフラシーです。今日ご紹介したいのはですね、リモートマウスっていうね、すごい役に立つアプリです。はい。これは勝間和代さんのブログの方でね、ちょっと拝見したんですけども、リモートマウスっていうのが、これ私の探してたのに近いんですね。私は、音声入力が便利だなと思って、でよく使うんですけども、iPhone の使いの方はね、iPhone からの音声入力ってすごくしやすいですよね。例えばスタンフォードの男子バスケットボール選手を被験者としたディメント教授の興味深い研究がある。10人の選手に40日毎晩10時間ベッドに入ってもらい、それが日中のパフォーマンスとどう関係するかを調査したものだ。丸。開業。はい、という感じでね、まあこんな感じで入力されるわけですね。はい、これも素晴らしいんですよね。ほとんどね、下、ディメント教授だけ変換できなかったです。すごいっすよ。というぐらいですね、この iPhone の音声認識って素晴らしいんですよ。一方ね、Windows 10の中にも音声入力っていう機能があるんですけども、やっぱこれいまいち使えないです。まだね。Google ドキュメントっていうの中の、Google の中の音声入力は使えるんですけども、そこから一旦こう書き出さないといけないっていう手間があって、Windows そのものではね、なかなか音声入力は私のレベルではちょっとこう まだ満足できないかなという感じですね。そこで見つけたのがこちらのリモートマウスっていうアプリなんですけども、こちらですね。これ非常に使いやすいので今日ご紹介したいと思います。はい、やることは iPhone とパソコンに両方をこのリモートマウスっていうのをインストールするんですね。つまりどういうことかというと、リモートマウスですから本来はね、音声入力のアプリではないんです。例えばこういうことです。今この画面ありますけどもね、こうでしょ。リモートマウス、まあちょっともうダウンロードすでにしてしまいましたけども、ここに左、このリモートマウス立ち上げる、つながってますけども、これがね、実は何かというと、これ、この画面全体がね、もうマウスなんですよ、マウス。つまりこれ左が、これが左クリック、これが右クリックとこんな感じになってて、そうするとついでにね、画面の方も変わるでしょ。これを動かすだけで、これをこう指で動かすだけで、ほら、マウスの上も、画面上のマウスも動いてますよね、これ。こんな風に動くんです。これがね、リモートマウス。つまり、まあ何ができるかというと、こうスマートフォンからちょっと離れたところからでもマウスを動かすことができるわけですね。ひょっとするとそういう使い道もあると思います。例えば、パワーポイントを送るリモコン代わりに使ったりとかね、いうこともできると思うんですけども、私が使いたいのはそういう使い方ではなくて、先ほども言った通り音声入力の機能なんですよ。で、 iPhone の音声入力って素晴らしい性能なので、この素晴らしい性能をそのまま使いたいということなんですね。例えばどういうことかというと、例えばこんな感じです。はい、ワードをね、こう仮に立ち上げたとしますよね。で、ここのワードの中に、これを使って入力するんですよ。これを使って、例えばもう一度また本を読んでみますね。で、iPhone のね、このキーボード画面のから音声入力というボタンを押してやります。トップアスリートほど眠りへのこだわりが強かった。ソチ五輪に出場した日本人アスリート100人の寝具の好みについて解析したことがある。丸。調査を実施し、点、私に解析を依頼してきたのは寝具メーカーのエアウィーヴ社。丸。同社はアスリートに愛用される高反発マットレスで知られている。丸。結構長文だったんですけどね。はい、今どうですか。もうこちらに入ってってますけど、お分かりになりますかね。こんな感じで、はい、入っていってますよね。これほとんどどうでしょうか。うまく変換されてると思います。もう一度やってみましょうか。これちょっともうちょっと。ゴシック体かなんかにした方が見やすいかな。じゃあもうちょっと他のところやってみますね。眠りにおいては、かっこ始めよければすべてよし、かっこ閉じる、丸。
最初のノンレム睡眠が確保されると点たくさんのメリットがある丸で送信ボタンを押すと、はい、こんな感じですね。眠りおいて始めが今いまいち変換がうまくないね。始め、すべてよし、まあこれ漢字になっちゃいましたけどね。こんな程度でね、変換されるんですよね。どうでしょうか。相当ね、変換の効率がいいというか、まあ、文字入力めっちゃ早くなりますよね。私がなぜ日本語を文字入力を音声にしているかというと、本当に時間の短縮になるからです。これは一度やったらやみつきになると思います。丸。はい、こんな感じですね。こんな感じで文字入力が簡単にできるんですよ。これはね、Windows の中にも音声入力の機能あるんですけど、Windows の音声入力でまだまだなんですね。なので、あえて iPhone を使って、一回こう、これを経由して日本語入力をしている、音声入力をね、しているっていう、そういうことですね。ちょっと煩わしいですけども、この一手間かけることで、まあ、入力効率がめっちゃ良くなります。はい。そのことですね。はい。ということで、いかがですかね。今日はね、リモートマウスというアプリのご紹介でした。これね、本当に使い始めて、私まだ使い始めて間もないんですけど、こんなすごい、入力の簡単な方法があったんだっていうふうに気がついてラッキーだったなと思ってますけども、もしね、文字入力の多い方、例えばブログ書いてるとか、そうだな、あとレポート書いてるとか、まあ、もっと言うと本書いてるような方、これはね、本当に役に立つと思います。私のように動画作ってる人だって文字入力結構手間ですよね。文字編集、動画編集の中に文字入力するのがね、結構手間なので、その辺もですね、これで手間が省けるんじゃないかなと思いますよね。だんだん文字も打たなくなってくると退化するかもしれないですけど、やっぱりね、これはね、便利ですね。まあだんだんね、怠け者になっていきますけども、まあ、便利なものはどんどん使うじゃないですか。はい、ということで今日はリモートマウスの、ね、ご紹介でした。もしね、皆さんも文字入力でね、お困りの方がありましたら、ぜひね、ダウンロードして一度お試しください。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立つ情報をお伝えしますので、よろしければチャンネル登録ね、お願いします。ではまた明日の夜8時にお会いしましょう。ようさん、さらー。これ知った時はね、びっくりしました。これいいの聞いたと思って。ずっと探してたんですよ、これを。これを探してたんですよ。素晴らしい。拍手。バイバイ。Mm-hmm.